東京オリンピックの大会組織委員会が佐野健次郎氏デザインの五輪エンブレムの使用中止を発表したのは9月1日のこと。これで騒動は収束に向かうと思われたが翌日にはネット上の指摘を受け京都の老舗センス店が同志デザインのポスターを取り下げるなどまだまだ収まる気配は見えない。この流れに心中穏やかではないのがマスコミ関係者だ。以前にも、 佐野氏の妻でデザイン会社の広報でもあるケ子さんから猛烈な抗議が来たことがあるんです。今回のエンブレム取り下げでまたあの抗議を対応するとなると五輪エンブレムや過去作品の同様が疑われ出した頃疑惑を検証する記事を掲載した社にはケ子さんからの必要な抗議電話が来ていたというある大手メディア関係者が明かす開口一番 担当者をを出ししななささい、書いい書たた。人を呼びなさいと怒り浸透でした担当者が不在で折り返し電話をかけると伝えたのですが担当者が出るまで電話は切らない今じゃなきゃだめだの一点張りです結局数十分電話口で粘られました全国記者も呆れ顔で続けるヒステリック気味に 弁護士をこっちはつけている、こっちは記録に残したいんだから、責任者を出しなさいと、声高に語っていました。しまいには、上の人間を出せ、そっちの弁護士を呼びなさいとまで、記事を掲載するたびに、電話がかかってきているようです。苦情を聞く担当者は、また、押し問答を繰り広げなきゃいけないのかと、ため息をついてますよ。ネットや新聞をこ細かにチェックし、すぐさま、 講義の電話を入れている慶子さん。企業の広報担当として非常に仕事熱心ではあるようだが、